料理の腕を磨くと同時に居眠り癖も克服したいところだ無事に完成させられてよかった今後も精進していこう。 身支度が終わった。調理に取り掛かろう。具材が一瞬で煮える魔法があればいいのだが。いや、楽な方に流されるな。もっと気を引き締めよう。カリムはよくジャミルの料理を絶賛している。あんなに喜んで食べてもらえるなら、作りがいもあるな。森で暮らしていた頃は、野チ号をおやつにしていた。俺が積んでいると、 動物たちも手伝ってくれるんだ。切る、焼く、以外の調理方法を覚えたい。おかしなところがあったら、遠慮なく言ってくれ。いい匂いだ。これなら、みんなにも笑顔で食べてもらえるだろうか。初めて自力で作った料理は、リゾットだ。シンプルな味付けの料理だが、それが気に入っている。食べ物の好き嫌いは少ない方だ。 親しい相手と一緒なら、大抵のものはうまく感じる。そう。大抵は。フライパンを片手で振ると、意外と腕に負荷がかかる。大量に炒め物をするときはいい鍛錬になりそうだ。リドルの几帳面差は知っていたが、計量時にコンマ1グラムの誤差も許さないほどとは思わなかった。あ、<laughs> いけない。 また寝そうになってしまった。火を扱う時は特に注意しなければ。どうした食べないのか何じっと見られると食べづらいすまない。つい反応が気になった。